韓国のリ関係。え、乱部、首相は10日、日本文化庁が最近韓半島、朝鮮半島、古代史の一部である三国時代を日本の支配を受けた東亜時代と表記したことについてさらに強く批判した。これは異例とも言えることだ。李首相は、手のひらで天を、隠す、衣装兵天、鹿を、刺して馬となす、呼び固め馬、などの古義聖語まで、動員して日本を出席した。李首相は同日午後、政府ソウル庁舎で予定に放った記者会見を、自ら要望して開き、日本の歴史外局は、我々民族の、民族魂を否定するもの、としながら、いかなる場合でも、歴史外局は絶対に、許してはいけない、と述べた。これに先立ち、日本が文化庁ウェブサイトで、三国時代の韓半島から搬出して、日本が所蔵している23点の遺物のうち、8点を東亜時代の遺物だとする説明を添えている。該当の遺物が、実在した三国時代と出土地であるゲイナオミナミミチマサネイ、ジョンサンナムロ、キャンニョン、ナロラ、意図的に削除した。4世紀後半に日本が、韓半島南部に進出して、カヤ、トウマ、に日本でという機関を設置し、6世紀まで100歳、ミイラ、カヤを、支配したといういわゆる、東亜日本図説に伴う歴史外局を進めているものだ。李首相は、安保、経済的には、日本と協力して未来志向的に進んでいくとしても、歴史はツートラック、TRACK で行かなければならない。歴史問題では事実、SACD に基づいて我々の立場を堅持しなければならないと強調した。それとともに、李首相は自身が中世に波道、チョンチョンナムロ、チリ時代に、姉妹と違った熊本、大阪、奈良、静岡などを訪問して知るようになった事実などを根拠に、東亜日本図説を一周した。特に、三木チリ時代に歴史学者である広順基、本、ユンギ、博士に、要請して執筆された百歳関連の歴史書物3冊、百歳は大きい国、日本の中の百歳、出口、百歳、くらら、日本の中の百歳、奈良、を会見会場に持参した。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。